はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースとキャプテンです。お願いします。お願いします。はい、今週はですね、ネットフリックスドキュメンタリーなんですけど、うん、まあなんですか、僕たち大好きこのシリーズの新作がありまして、はい、いわゆるあれですね、ハウトゥーシリーズですね。はいはい。まあいわゆる今までカリスマ競争になる方法とかね、独裁者になる方法っていうやつがありましたけど、はいはい、いわゆるピーター・ディンクレージナレーションプロデュースでね、やっているシリーズなんですけど、今回ギャングのボスになる方法っていうので、はいはい、どうですかこのお話。そうですね、まあギャング自体も全然身近じゃないからね。まあ日本で言うとヤクザ、まあ何回かねこの中でもヤクザって言葉が出てくる、今出てくるから、まあそうなのか。まあでも結構そうですね、なんかリアル仁義なき戦いじゃないけど。まああれだからね、あのじゃあその人たちはどうしたのかって話は結構その独裁者だったりとか、うん、カリスマ競争にも通じるものがあって、うん、ってことは逆に言うと他にもいろいろ活かせるよねってことでもあるから、ちょっとなんか怖ってなる時もあるっていうね、うん、っていうのがまあ最後のね、あの人の話とか見てるとまさにそうなわけで、あ、そうですね、あの究極にポピュリズムまでいくと困っちゃうんだみたいな、うん、ことになるんでね、まあそういうところで話していこうかなと思うんですけど、まあ毎回ね、このテーマというか、うん、こういろんな人がこう出てきてやるんですけど、まあ第1回、うん、これ結構みんな思ってることだと思うんですけど、うん、やりたいことで稼ぐっていうのが第1話で、うん、なんか YouTuber みたいですね。夢あるみたいなね、うんうん、夢あるなみたいな。でこの人たちのまあじゃあ第1話誰が題材かって言うと、まあアルカポネなんですよね、うん、まあ有名ですよね、うん、まああれですよ、この間あれですけど、いろんなこうね伝説的なギャングの話がいっぱい出てくるんで、ぜひこれは本編を見てほしいんだけど、うん、うん、まあ、まずハウト1つ目、潜在能力を解き放てと、うん、潜在能力とは何かって話なんだけど、これね、うん、はいはい、あのまあこれでも本当にね出てきますよ、教育の話も出てきまして、うん、あの結局勉強とかができないから、うん、教育を受け入れてないのでちゃんとね、あ、まあそうですね、うん、そうするとやっぱりあの盗もう殴ろうの先に何があるかって話です、うん、はいはいはい、いわゆる暴力にすぐ走ってしまって、うん、これ分かりやすいです、出てきますよ、盗もう殴ろうの先には組織犯罪があるっていう、はいはいはい、ああなるほどなっていう、まあまあ確かにそうですね。でまあそのアルカポネ自身はあの21歳の時点で5回逮捕されてたりとか、うん、まあ、あの立派な犯罪者なわけですけど、はいはい、まああれですよ、あのこのね、あのその幼少期のエピソードみたいなのが出てきて、うん、あの少年時代からみかじめりを取ってたっていう、ね、いかついですよねこれね。 そもそもやっぱね才能があるんだなっていうね、まだこれ組織入る前ですもんね。そう、全然前、うん、ただのいわゆるこうただの少年か、いわゆる靴磨きからいわゆるみかじめりを取るっていうのをやってたという、うん、いやそれすごいよな。でまあまずその次のトピックでトップから学べということで、うん、まあ、これどこの、まあでもこれさ独裁者には意外とないんだけど、うん、でもそのギャングって社会なんだよね、ギャングっていうね、家族でもあり社会なんだよ、うん、そこで言うのは実は俺サラリーマンとかも実は近いと思ってて、そうですね、だから違うマフィアのボスともね関係性ちゃんと保ったりとか、でしかもそもそもあれじゃん、そのマフィアのルールを守んなきゃいけないっていうのがある。ああそうそうそう、起きてみたいな、はい、でこれが実は社会のルールと結構違うよってポイントがあって、うん、まあ、出てくるのはギャングにはメンターが必要だと、うん、指導者選びが重要だよ、それなんでかっていうと、はいはい、ミスるとそいつごと潰されちゃうからっていう、まあまあそうですね、確かに誰についていくかと。で結局そのアルカポネには2人師匠がいるよって出てきて、まあ、出てくるのは、うん、これまあこの人たちも有名なんだけど、ジョン・トーリオっていうね、うん、ボスと、フランキー・イエールっていうボスが出てきて、うん、この2人から何を学んだかっていうことで、まあ、出てくるのは着飾ることだったりとか、うん、口をつぐむとか、うん、あと金が重要だぜみたいな話とか、うん、あと要はフランキー・イエールの方はどっちかというと武闘派みたいな人で、はい、本気を見せろとか、うん、決して負けんじゃねえとかね。あと自分の評判を上げろみたいな出てくる、うん、でまあまずエピソードでいくのは1918年に、まあ、ボスになるまだ8年前ですよ、カポネがまだ19歳の頃に、うん、いわゆるガルチョっていう、まあ、いわゆる同じヤクザみたいな人に、うん、まあ同じギャングなんだけど、まあ、あれなんだよね、その兄弟の女性に手を出そうとして、はいはい、顔に傷つけられるんだよ、これまあ有名なその、うん、アルカポネここにある歯の木、うん、いわゆる刃傷だったんだけど、はいはい、そう、この人に傷つけられて、うん、最初すぐ復讐しようとするんで、まあ、まあ目には目をだってやろうとするじゃん、まあね、そういう性格ですもんね、うん、なんだけどここにイエール、そのフランキー・イエールはやめとけと、うんうん、復讐しても意味ねえからなるんだけど、う
まあ、ここでカポネ才能があって、うん、あの後にボスにした後このガルチョを雑用係にわざとするっていうのやってて、はいはい、いやなかなかの性格の悪そうだな、まあ、確かにでここで出てくるのはやっぱイエルっていうその師匠はカポネをずっと見守ってんだよねこの人はね、うん、でトーリオっていうボスはどっちかっていうとこう商売のやり方を教えて、うん、こう一緒に成り上がっていこうぜみたいなタイプの人なんだよね、うんうん、でまあそれの違いもあって次にある幸運を見出せってところで、うん、そもそもニューヨークにいたギャングだったんだけど、うん、シカゴに越してくんだよね、うん、1920年ボスになる5年前にシカゴに越してきて、うん、何があったかっていうと1920年の1月から禁商ができるんだよ。あ、はいはい、これでもさ何でもそうじゃん、何かを禁止するってことは、うん、何かが闇に流れるってことだよね。まあそうですね、うん、これがまさにその第一次世界大戦後のアメリカの偉い人たちっていうのは、うん、やっぱ国の発展のために禁止を提供する、避けるよう提供するのは禁止した方がいいってなったわけ、うん、だけどどうなるかって言ったら、まあ今のうちに買おうってなるわけよ。まあそうですよね、だって逆に言うとそこに需要ができちゃうっていう、うん、買えないものを買いたいっていう需要ができちゃう。はいはいはい。でだからやっぱねカポネでもねこれギャングなんでもそうなんだけど、うん、やっぱポピュリストなんだよね。うん、いわゆる庶民感情を完全に理解してる人が多くて、いや確かに確かに、だからどうしたらそう、政治家は結構エリートだったりとか、うん、そういう人がいるんだけど、うん、このギャングに関しては完全にこれまあカリスマ教祖もそうだったけど、うん、何をしたら喜ばれるか分かってんだよね、うんうん、で要は絶好のビジネスチャンスだっつって、はいはい、ニーズがあると、うん、でこれでまさに出てくるのはブートレッキングっつって密造密売ですよ、はいはいはい、でウイスキー好きには薬用だっつって売るっていう、うん、はい、処方箋をもらってもアルコールだって言うけど、うん、いわゆるこう薬なんすよっつって売るっていうね、うん、であとまあなんだろうな、処方箋で酔っ払いを治療しますっていうのはこれでもさ、まあなんだろうな、正直まあ今でもいろいろあるじゃん、治療するっつっていろいろもらいたりするじゃんみたいな、まあそうですね、はいはい、ね、それはもう向精神薬だろうかなんだろう、そうなんだけど、うん、いわゆるなかなか手に入らないものでこう手に入れるっていうのはそういうことだったりするわけで、うん、でまあさらにカナダからも密輸してきたりとか、はいはい、でハバナからこうラム酒取り入れてとか、うん、いわゆるじゃあ公的にできないんだったら非合法にやったら、うん、欲しい人はいっぱいいるから、まあそうですね、うん、高い金でも手に入んじゃんっつって、まあそう、むしろまあ何でしょう、利益上乗せ し放題ですもんね、いい値でいわゆるねダフ屋やり放題みたいな話だった、そう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 、だからまあだからあのチケットのリセールもそうですよ、リセールっていうのがそもそもないからダフ屋が儲かっちゃうみたいな話だった、うん、転売とかが儲かっちゃうみたいな話だった、はいはいはい、でまあ結局ビールを密造し始めるんだけど工場を建てて、うんうん、まあ当然警察に目つけられるじゃん、まあね、それはね、やっぱ当然ギャングは何するかってさ賄賂を渡すんですよ、うん、これはもうどこの国のヤクザもそう、でこれさ今日本もやってると思うんだけど、うん、ビール風アルコールって 0.5 パー未満なんでビールじゃないっすみたいな、あーなんかね基準がありますもんね、今なんかビアルみたいなやってるじゃん、ありますね、ありますね、これだよなるほどね最先端ビアルだったねこの頃ね、うん、いやビール風だってビールじゃないって言ってたってそういうことかだけどその度数はごまかせちゃうから、うん、まあそうですね、うん、で結局そのさっき言ったトリオとカポネは組むようになって、うん、でこの時1位のコロッシモっていう、まあ、ビッグボスと言われるギャングのボスがいるんだけど、はいはい、こいつをなんとか追い落としたいとなるんだけど、うん、彼はレストランと売春屋でやったのね、うん、でそれでもう1位になって満足してるから、うん、密造酒とかいいよと、事業拡大すると怖いから、うん、はいはいはい、だけど要はビッグボス排除したいけど、さっきのまあ1位になりたいじゃん、偉くなりたいじゃん、まあそうですね、うん、いやシカゴ仕切りたいから邪魔ですもんねやっぱね、でここで登場するのがもう一人の師匠イエルなんです、うん、イエルに頼むんです、さっきの武闘派の武闘派の、うん、ちょっと頼むよと排除してくれと、うん、これで吐きで暗殺するんですねこれね、はい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 、でさらに 2.7% 以降のアルコールは違法なんだけど、うん、要はそこで捕まるのを殺しは転が怖がってたんだけど、うん、まあ、殺しちゃうかなはっきり言って、うん、まあそうですね、うん、お関係ねえやりたい放題だよってなるけど、まあ確かに、でそのためにさらに買収すればいいじゃんってなる、うん、で要はこれですごい暗殺に成功したことによって3年間で9つの酒造場を買収するんだけど、うん、これすげえのが大企業の工場まで買収してんのよ、はいはいはい、要は企業は売れなくなっちゃったから完全に赤字になってるわけそこで、うん、いや俺らじゃあ買ってやるよっつってまあそういうことですもんね、買っちゃう、完全にもうビジネスですよね、だからね、そう、だからこれも完全にビジネスなんだよね、うん、でこれまあ300万ドルぐらいの利益で、まあ今で言うと3億円超えとか、ね、
まあ、もっと今で言うともっと何十億に価値になるんだけど、当時。まあそうだね、これ100年前ぐらいですからね、もう今の価値。だからこのイエールにさ、その暗殺の時も1万ドルで頼んだって言うんだけど、今の価値だと大体15万ドルぐらいじゃないかと言われていて、まあ、大体1500万ぐらいで頼んだんじゃないかと言われているんで、ね。でまあ、ここと次のハウトゥーで、上司との関係性を維持せよっていうので、これまあ何でも会社員でもそうじゃないですか。うん、忠誠心見せろよって言われるでしょ、上司に。まあそうですね。うん、俺の元で働いてんだろって。俺に忠誠心見せてみろよって。まあこれ、この上司、数パワハラだと思うんだけど。うん、だから1924年、ボストンなる1年前に、もうビール戦争っていうのが始まるわけよ。うん、あれ何かっていうと、ギャングの打ち毛場なんだよね。はいはい。いわゆる、みんなさ、工場取りたいから、いろいろこう争ってんだけど、まあこれ完全に内戦になっちゃって、完全に。もう殺し合いになっちゃうんだよね。うんうん、で、この時何をしたかっていうと、イエールにまた再び依頼をして、うん、またあの暗殺したりするわけです、はいはいはい。っていうのが出てきて、で、カポネはまあさらに護衛を強化するんだよね。うん、で、トーリオはオバニオの仲間に襲われるんだよ、今度。うん、あ、はい、あれあれっつって。まあそうですね、確かに。で、トーリオ襲われたのかっつって、うん。じゃあ俺はオバニオを殺してやりますと、オバニオを殺すみたいな。うん、オバニオンに復讐されてトリオが怪我するって。はいはいはい。あれなんかあれマッチポンプじゃねえとか思うんだけど。まあそうですね、もうお互いは。で、逆に言うとカポネは、そのさっき言ったオバニオンを暗殺したことによってそれに復讐されたトリオに対して忠誠心を見せたわけ、うん。やりましたぜ、こっちは。うん、復讐しましたぜって。で、まあ結局暗殺自体は失敗してて、トリオのね、うん。トリオは生き残って回復するんだけど、ニューヨークに帰るんだよね。もう引退するっつって。うん、年だしっつって。うん、で、代わりに26歳のカポネがボスになるんで、全部だから最初からもう計画通りなんじゃねえかなと俺は思うんだけど、これね、まあ、いわゆる絵を描いてるみたいなことですね。まあね、あの薬剤庫で絵描いてる、ね、うんうん、まあ、政治家も使いかけますけどね、うん、まあ6年でボスになるわけですよ、はいはい。で、やっぱりこれすげえのがさ、もう言いましたよね、さっき言った潜在能力を解放して、うん、話を教える吸収して、うん、稼げる力を証明してるわけじゃん、これ、うん。そしてプラスアルファ、最後に役割も果たすわけです。俺はやるときはやるぜ、うん、逆らったらどうなるか分かってんだろうってとこもあって、はいはいはい。で、次のトピック、何をするべきか、タイトルを防衛せよって出てくるんだけど、うん、これどういうことかっていうと、チャンピオンになったわけですよ。うん、まあそうですね、うん。でもこれはもう何でもそうなんだけど、トップになったってことはどういうことかっていうと、うん、今度追われる立場になるってことなんだよ。まず自分がね、邪魔者を排除して。ね、同じことするわけじゃん、結局、うんうん、そうですね、確かに。だからこれどのライバルも消すことになるんだけど、これだからいろんなさ、うん、世界のギャングが同じことしてるっていうさ、うんうん、これであのジャパニーズヤクザも出てくるっていうね、はいはい、山口、ね、で結局この1926年ボスになって1年後ぐらいに、うん、約500人以上死んでんだよね。いや、そうそうそう、もうだから血を血で洗う戦争になってて、はっきり言って、うん、ほんと結構映画だけじゃなくて結構現実もめっちゃ死んでるんです。いや、ほんとそういうことなんだよ、だから現実でこういうこと起きてるっていうか、まあ、うん、逆に言うとこれ映画化の話もこの後出てくるんだけど、いろいろ映画がこれ実は元になっててって話したいんだけど、うん、かなりね史実通りだったりするんですよ。まあ、こんなに人死んでんのみたいになるの、やっぱり意外と誇張してないんだ、そこは。全然誇張してなかったです。で、まあ1926年の4月27日に、うん、結局ね、皆さん失脚していくわけですよ、やっぱり、うん、マックス・ウィギンズっていう集権事法を間違って殺しちゃうんだよね。あ、はいはいはい。で、結局これによってシカゴ警察が動くことになって指名手配されて、うん、記者会見で、うん、ギャングの王だって宣言するんだよね、カポネ。俺そんなことするわけねえじゃんっつって、うん、俺そんなことしねえよっつってやるんだけど、うん、俺だからね、結局ね、これもそうじゃん、アメリカの反省も何でもそうだけど、うん、結局別件逮捕で脱税で逮捕されて11年懲役になっちゃうんだよ。まあそうですね、やっぱそうか、ギャング同士の抗争だったらあれだけど、やっぱ役人殺しちゃうとな、そういや動かざるを得なくなる、うん、まあだからさっき言った警察に賄賂渡してるって言っても、もう身内殺されてるからみたいになるんだね、うん、まあそういうことですよね。で、まあ次に出てくるのが第2話で、このビジネスモデルの革新っていうのが出てくるのが、うん、ハーレムのヘロインタイクーン、フランク・ルーカスって人で、うん、これはでもね、結構有名な映画にもなってて、これこの後で話そうと思うんだけど、うん、いやだからね、これすごいですよ、あなたの犯罪も報われるってワードが出てきて、すごいワードだな。まずファクト1っていう、うん、若きルーカスは恵まれない環境にいた、うん、まあこれハーレムクイーンですから、そもそもでもルーカスっていう、そのルーカス、フランク・ルーカスはもともとノースカロライナってとこにいて、うん、まあ、ボストンのあたりなんだけど、まあだからニューヨークにちょっと、うん、北かな、うん、いるんだけど、まああれなんですよ、うん、
寒いところじゃん。寒いところ。で、まあ、あれなんだよね、あの、まあ、マイケル・ジョーダンが大学にいたところとかね、うん、まあ、ね、ロースカロライナ有名なんだけど、元々めちゃくちゃ保守的なところなんですよ、ここは。うん、で、はっきり言って、ノースカロライナで黒人は幸せになれないよって言われて育つんだよね。はあはあ、相当恵まれない環境で育ってて、まあだから字も書けなかったりするんだよね、うん、彼らの最初に、うん、でしかもいとこが KKK に殺されてるっていう、まあね、かなりショッキングなことを経験してて、うん、でまあこれをきっかけにニューヨークに引っ越すんだよね、うん、でこれはさ、あのクラック戦争のドキュメンタリーの時も話したけど、うん、読み書きができなくて、うん、仕事ができないんだよ黒人の少年は。まあそうですね、確かに仕事ないですもんね。でなったらやっぱ犯罪するしかないんだよね、結局。うん、これやっぱ教育の問題なんだよ、これに関してやっぱり。はいはいはい。っていうのがやっぱ大事で、でまあ、うん、ファクト2で、これも一緒だよね。強力な師匠のもとで学ぶんだと。うん、で、出てくるのがバンピー・ジャクソンって人で、うん、この人のもとで13年9ヶ月働くんだよ。うん、すごいですよね。だからフランク・ルカスに関しては結構苦労してるんだよね。うんうん、で、ちゃんと成り上がってるっていう、ね。はい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 。で、まあ、彼の死後に、麻薬事業を引き継ぐって形なんだよ。だからまあ、うん、いわゆる絵に描いて何々に裏切って成り上がるっていうよりは本当に下にちゃんとついて引き継いだってイメージなんだけど、うん、ベンチャー企業的なね、なんかそれいわゆるまあ成り上がりっていうよりはちゃんとこう引き継ぐみたいな、うん、とこだったりとかして、まあファクト3つ目、家族ぐるみでやってて、これ7人兄弟なんだけど、うん、7人兄弟全員ギャングなんだよ。だから、ね、本当のファミリーだ。そうだから本当に家族と一緒に、だからこのフランクの口癖で家族と一緒に口癖だったみたいな話が出てきて、うんうんうん、でここでポイントになってトピックになるのは世間の評判を得よっていうので、うん、やっぱこれもポピュリストなんですやっぱりね。そうですね、うん、要は邪魔者がどうなるかもアピールしながら、うん、要は自分がどう見えてるかもかなり意識してるこのフランク・ルーカス、うんうん、だから逆に言うと格好がきらびやかでブリンブリンになってくんだよね、うん、はい、やっぱりだから逆に言うとギャングスターのイメージって実はこっからなんだよね。あ、なるほど。いわゆるそのいい格好していい車乗ってみたいな、うん、要はもともとさ、これこの後に出てくる本来身を隠すようなものなわけよ。まあそうですね、確かに、まあ、地味な方がいいわけみたいになってくる。表舞台にだったらね、目つけられますから、目つけられるから、ね、なんだけどこの後どんどんギャングスタ、まあいわゆるギャングスターな感じになってくるんだけど、うん、まあすごいねこれね、あの殺害予告を出して殺しますと、はいはい、お前殺すぞってちゃんと言ってから殺すから、まあ本当に殺すんだみたいになって人が怖がるみたいな、うん、でちゃんとこう人が集まってるところでちゃんとねやるって、いわゆる見せしめ的にね、うん、要はこれでもさ、何でもそうじゃん、さっきのその3位のやつが2位になって1位になってって話と一緒で、うん、結局さ下のやつがさ社長とかを見て、うん、俺の方がうまくできんのになって、うん、常に下は思うんだよと。まあそうですね、うん、それを阻止すんだよっていう。まあそういうことね、だからまあもし俺に歯向かってきたら、そう、怒られますよっていう、分かってんだろうなって、確かにそういう気持ちがあってもできないですもんね。そうだから、この中で例として出てくるのはタンゴっていうその2メーターを超える大男のやつがいてみて、うん、そいつが必ず、まあ、ちょろまかしてたと。詐欺してたと。うん、それを分かってたから、フランクは。うん、1キロ、まず1キロ渡して、ヘロイン。うん、で、売らせて、うん、お前、ちょろまかしてんだろ、つって。これを分かってんのよ、最初からやってること。だから、まあ、相手、相手の土俵に乗って。そう。で、みんなを集めて、うん、みんなの前で殺すっていうのをやるんだよね。一応、だから、大義名分もあるわけだ。あいつが悪いことしながら殺したんだよ、うん、っていうので自分の不満分子も同時に消していくっていう、ね、なるほど。あ、これ結構独裁者になる方向でも出てきたんですよこれ、ね、まあそうですね、確かに。いわゆる見せしめ的な、お前裏切ったらこうなっからなってさっき言ってる、そう同じなんだけど、うん、で次のトピックが仲買人を排除せよっていうのは、これはさ何でもそうじゃん、直営業の方が良くないみたいな話になる、うん、まあそうですね、その仲介手数料取られるの嫌ですもんね、やっぱ。でまあこれヘロインのルートで結構有名なんだけど、うん、まあこの中で詳しく出てくる、詳しく説明するとトルコでケシの花を栽培すると、うん、はいはい、そうすると1キロ25ドルの、うん、生産者価格で、うん、それからアヘンを摂取すると、うん、アヘンを採取して石灰と煮てモルヒネを分離するわけね、うん、まあこれも完全にあの生成の仕方の話をしてますけど、うん、製造工程でこれをフランスに流すと、うん、でモルヒネをヘロインに変えると、めちゃめちゃ経由してるんですね、まあ、いわゆる物質変化させていく、だからトルコから、うん、トルコからフランスに動かして、うん、でこれが1キロ5000ドルの卸売になると、うん、で仲買人のコルシカとのマフィアがアメリカに持ってくると、うん、そうすると1キロ1万ドルになるわけよ、うん、いやもう倍々になっていくわけよ、はいはいはい、ね、で
アメリカの人たちにじゃあ何パーセント乗せてるかって言ったら 400% 乗せて売ってるの、うん、原価からするとね、だ1キロ5万ドルみたいになってるけど、うん、ではっきり言ってフランクにとっては非効率じゃん。だってもともといくらで売ってるか知ってんのになんでこんな高いんだよって思いながら買ってるわけよ。まあそうですね、うん、じゃあどうするかっていうのが出てくるんだけど、うん、これテレビ当時流れるんだよね。ベトナム戦争中でベトナムで軍が敗だと、うん、これあれじゃねっつってベトナムからヘロイン密輸できんじゃねってなるの。まあはいはい、で実はこれが実は映画化されてまして、あ、へえー、アメリカンギャングスターって映画で、うん、これねリドリー・スコット監督なんだけど、ほいほい、あのデンゼル・ワシントン主演で、うん、デンゼル・ワシントンがねこのフランク・ルーカスをやってるんですよ。あ、へえー、っていうあの有名な映画でぜひこれ気になったら見てほしいんだけど、うんうん、まあ、これで何をしたかというと独自ルートを生むっていうんで、うん、マフィアの10分の1で売れるぞこれと、うん、さっき言ったアジアから輸入すれば、まあそういう直輸入みたいなもんですもんね。要は自分でケシの栽培場まで見に行って、うん、いわゆる盗賊ができるんだけどそこを全滅させて、はい、これで俺ら直で作れんじゃん、作るところから俺たちできるじゃんってなるの、うん、だからこれがね映画の中でも出てくるんだけど、これでこの中で描かれないけど実はあれなんだよね、ベトナムで亡くなった兵隊の遺体袋にもコカインとか入れて流してたりするんだよね、この時ね。ああ、そういうことか、そういうことか。いわゆるチェックしないじゃん。まあそうですよね。指定官とか一切チェックしないから、うん、そういうところに マリファナとかコカインとか入れて流すっていうのも出てくる、うん、これ、ね、この中で出てこない、これね。えぐいな。っていうのでもう売り上げを独占するようになって、うん、はっきり市場を独占するわけですよ。だって他に絶対圧倒的に安い価格でね。圧倒的に。でさらに出てくるんだけど、独占すれば好きなように売れるじゃんって、うんうん、これでさ、例えてスターバックスが出てくるんだよ、はい、まあ確かにスターバックス好きなように売ってるよなってね、うん、まあ確かに。で1971ボスになって5年後にまあはっきりブランディングに成功するんですよ、うん、これ何かっていうと純度が超高いんですよ、うん、このブルーマジックっていうこのフランクが売ってるヘロイン、はっきり言って一般のやつは純度 1.3度、1から3度と、うん、でもブルーマジックは5から7ですよっつって、はいはい、よりいいっすよっつって、より決まるぞと。そうでこれを品質化にさせるんだけど、うん、これを女性を使ったりして、うん、これもだからあれなんだよね、摘発された時に逃げやすいように裸でやらされてたりとか、あいわゆるその跡がつかないから服とか着てるとさ服についてたりとかしても捕まるから、そうかそうか、裸でやらせてそのまま逃がせればさ、女が裸でいるからそれをいきなり捕まえるとかなかなかしづらいみたいな話で、そうかそうか、なるほど、そういうのも使ってるんだよね。うん、だまあ本当にこれでハーレムのヘロイン王として君臨するんだけど、うん、ここでまあ出てくるみんな知ってる言葉マネーロンダリングっていうのが出てきて、うん、まあ、次の曲、はい、資金洗浄せよっていう、まずこれなんだと、うん、資金洗浄って何かねっていうんだけど、まあステップ1でプレイスメントっつって、うん、いわゆる合法的な事業で口座開くのが大事だよ、まあだからヤクザがね口座開けないからっていう、まあそうですね、要はそこに違法な金を預金にすると、うん、でそのお金で洗車場とかクラブを始めるんだよ、まあだからあの、うん、マフィアがさレストラン経営してたりするのがまさにそういうことなんだね、はいはいはい、要はそこのお金のためにやってんすよっていう、うん、そもそもっていう。で次ステップ2レイヤリングっていわゆるレイヤーを作るってことなんだけど、うん、いわゆる複雑に取引して違法な資金源からこう離す、できるだけ離す、うん、要は例えばコカインを売ったお金でダイヤを買うとかじゃなくて、いろいろ何かしながらこうどんどんしてダイヤを買うみたいな、追跡できなくなるんですよね。そうそう、追跡できなくなる。それが分かりやすく出るのは金を買うんだよね、うん、現金を金に変えちゃうと、はいはい、それをさらに換金すると、うん、でもこれで2段階してるけど、そのお金をさらに海外口座に入れるっていう、入れるみたいな、はいはい、でこれがパリ、モスクワとかいろんなところに移して追加追加と移すと追跡困難ですよっていうことになっていく、うんうん、であるいで最終的に高級車とか宝石とか不動産に変えちゃうと、うんうん、いやその現生で持ってないのが大事っていう、まあそうですね、うん、まあこれどうしたんだって言われた時に追跡されちゃうから結局ね、うん、まあ支援番号はありますからね、確かに。で結局これでステップ3インテグレーションってやつで、結局要は洗浄した金を合法的に何かに投資しちゃうんだよね、うん、投資しちゃえば完全に見えなくなるから、まあ、確かに現金がね。でこれで税務署の目を話しましょうってことね、うん、あれこいつらすげえ儲かってんな、税金どうなってんなじゃなくて、金投資して、うん、いやもう現金を消すってことね、現金は全部消しちゃおうっていう、ね、儲かってても、あ、まあ投資家なんだとかね、そういうふうに思わせよう、でこれがね、あのなかなかよくできてて、うん、あの銀行の重役に仲間がいてっていう、うん、もうでコネがあったからっていう、うん、
だからさっき言ったさ、いわゆる現金主義だけじゃん、売人自体は。うん、それってどういうことかっていうとさ、1ドルとか5ドルを大量に持ってる。はいはい。いわゆる少ない額の札。まあそうですね、手渡しですからね。これ怪しいんですよ。まあ確かに確かに。そんなのを大量に持ってるっていうの。うん、それでさっき言った銀行の中で両替させて、うん、100ドル札にして投資に使う。普通はそうか、小切手みたいなとかね。そう。に変えちゃう。うん、としてるんだ。だから逆に言うとこれによって彼自身がセレブになっていくんだよ。うん、で結局まああれなんですよね、これだからあのコカインクラックのドキュメンタリーでも話したけど、うん、この後どうなるかってやっぱニクソン時代が来るんですよ、うん、これがいわゆるその麻薬戦争時代と言われて、はいはいはい、麻薬をゼロにすると。結構ドラッグ系のドキュメンタリーよく出てきましたね。そう、これ必ずニクソン出てくる、これ結構ポイントなんだけど、うん、でこうなったらどうなるかっていうと利益を守れって話になって、うん、で人々をに金を貸したりとか、うん、まあなんかこれポイントですよ、慈善事業とかに流すんで、まあはいはい、でさらに警察にすげえ金払うっていう、うん、で結局そのしてます、ね、やってくわけんだけど1970年代にそのまあ言ったら汚職警官だらけなんですよ、はっきり言って、うん、でその汚職警官がどんどんこう突き上がってくんだよね結局やっぱり、うん、だってねお前嘘ついたら逮捕しちゃうぞって言えちゃうわけだから、弱みは握ってるわけですもんね、警察が。もっとよこせもっとよこせってなるわけ、うんうん、ってなったりとか、あと DEA っていう麻薬取締局ができて、その、うんうん、その麻薬戦争によってそこに追われるようになると、はいはい、で結局麻薬密売で70年の刑を受けちゃうんだよフランクはね、うん、だけど結局司法取引で裏切っちゃうんだよねこの人ね、うん、仲間を売っちゃうというかね、そういわゆる。だからやっぱマフィアの中での一番の禁じ手、仲間を売るっていうのをやって、これ最近兄弟まで捕まっちゃってて、うん、いやそうそう、兄弟も売っちゃったんですよね弟。だからやっぱネットフリックスドキュメンタリーで当事者が出てくるんで、このフランクの兄弟が実際にインタビュー出てくるんだけど、うん、とこだったりして、結局あのわずか7年の王政で実は終わってると、うん、だ実はそのこの麻薬のボス、マフィアのボスみたいな人って、うん、意外と長期政権になりづらいっていうのがあって、まあそうですね、うん、でまあじゃあ第3話でね、恐怖による支配っていうのが出てきて、出てくるのはトトリーナって人で、うん、まあ、サルバトーレリーナっていう人で、まあ、シチリア島のマフィアなんだよね、うん、まあ、イタリアンマフィアだよはっきり言ってね、うん、でこの人がやったのは、まあ、この人のあだ名すごくて、まあ、野獣ってあだ名がついてるんです、うん、何かっていうと約20年間麻薬取引とか不動産とか武器の密輸やって、殺した人数が800人から1000人っていう、もう武闘派どころじゃないぐらいの、ない、もうはっきりで戦争レベルなんですよ。まあそうですね、確かに確かに、いわゆる内戦レベルで人を殺してる、もうこれファクトの一番で、うん、このリーナ自体は暴力的社会にもともと生まれてるから、もうそれしかないと、うん、まあ、そもそもローカルマフィアのところに生まれて、うん、で父とかは農家だったんだけどっていう、うん、まあだから結局やっぱね、勉強ができないとかそういうので結局そういうのに入っていっちゃうっていうのは共通してるんだよみんなね、うん、でそのファクト2で影から支配されるっていうので、うん、要は結局1969年殺人で起訴されたりするんだけど、うん、獄中からも支持し続けるっていうね、うん、これ結構なんかマフィア系の漫画とかにありますよね、よくあるでしょ、だからいわゆるその捕まってるんだけど全然自由っていう、そう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 、監獄で合流してみたいな。でさらにこの人の特徴はかなりでかいんだけど、ファクト3番で権力の共有を好まないっていうやつ、うん、こういうのはだから結構独裁者系の人で、うん、いわゆるそのさっき言ったさ、この業界はこいつ、この業界はこいつじゃなくて全部俺が仕切ると、うん、はいはい、それで初めて下にいるんだみたいな状況になるわけよ。さっき言ったように師匠がいたりともしない感じですよね。そうで成り上がっていくんだけど、いわゆる1974年には頂点になるんだけど、うん、彼の特徴としてとにかくね、あの支配が好きなんですよ、うん、支配欲がすごくて、はいはいはい、要はなんなら裕福な暮らしにすら興味ないんで。なるほど、支配してることに喜ぶ。要は人を支配することが楽しい。やばいやつですね。だここで出てくるんじゃん。あの権力は成功に勝るっつって。まあ、はい、性欲より勝つ。まあだからセックスより権力の方が気持ちいいみたいな話して。うん、だいぶやべえなってなるんだけど、ね、まあ、本当にやばいことがいっぱいあって。まず何をするか、これだからあれですよ。あの独裁者になる方向で不正とかやってたやつですよね。うん、記者を阻止しろっつって。あ、はいはいはい。マフィアっていうのは世間体を気にするから、うん、常にジャーナリストは狙われてんだよっつって、うんうん、とにかくジャーナリストを殺しまくっちゃうんだよね、うんうん、いやでボスになって4年後に、これだからすごいのがさ、公共事業にも絡んでて、この人、うん、これダムの事業に関わるんだよね、はいはいはい、でこれ2億ドルぐらい動かす、本当にもうでかい公共事業で、うん、そこに関わってんだけど、記者が
要はつながりを見つけてこのリオのね、うん、このリーナのつながりを見つけて告発をするんだけど、うん、まあ暗殺しちゃうんですよね、はいはい、暴こうとすると記者を黙らせるってやり方、うんうん、でこれすげえのがさ、もうこの人のさ話全部そうなんだけど、うん、とにかく支配の歴史なんですよ、はいはい、とにかく自分の邪魔な全部消すみたいな人で、うん、なんか次出てくるのは敵を制圧しろってトピックで、うん、コミッションっていうのが当然あるわけですよ。いわゆるその、うん、なんつうのかな、マフィアにも労働組合があるみたいな話で、うん、まあ、マフィア同士にもお互いの競技団体があって、お互いこう干渉し合いながら、うん、じゃあうまいことやろうぜってなるんだけど、うん、いわゆるこのクーポラっていうマフィアの統括団体があるんだけど、コミッションね、うん、これを内側から崩壊させようとするんだよ、トゥーリオで、はいはいはい、だからこの人がすげえのが、いわゆるその他のボスをどんどん暗殺しちゃうんだよ、うん、でなおかつさらにこれさっきもできたように見せしめとして、うん、息子まで殺す、16歳の息子まで殺すんだけど、うん、あの腕切り落として殺す、いやーそうそうそうね、残虐で、これでも今でもやってること一緒なんだよね、マフィアとか結構、ね、しかもこれ身内に殺させてるんですよ結構ね、そう、だから結構ねここがタッチ悪くて、うん、もうとにかくね、もう身内だろうが何だろうが許さないよって、自分の邪魔すんなら殺すよってやってくる、うん、でまあこれで最初にどうなるか、コミッションもいなくなる、うん、ね、じゃあ誰が最後敵かっていうのは政府なんですよ当然、うん、まあそうなってきますよね。でこれで要は本当にコミッションもさ、さっき言った潰しにかかったから本当に内戦状態になってて、シリア島のあたりが、さすがにそのイタリア政府が動き出しちゃうんだよね、うん、なんだけど、まあ、さらに凶悪化して、うん、これダラエンサっていう軍の将軍がいるんだけど、その捜査に関してね、うん、その将軍も家族ごと殺しちゃうんだよね、はいはいはい、しかもこれもさっき言ったよね、見せしめだから、うん、大通りで蜂のせいすんだよ、はいはいはい、もう本当にえぐいよ、だ吐けて誰でも殺せるよと、うん、政府の要人だろうが殺せるよと、邪魔すんだよって、うん、で次の時は全てを始末すよっていうので、うん、いわゆるすごいんだよね、このブシェッタって人の始末から始まるんだけど、うん、このブシェッタってやつをおびき出すために、うん、このブシェッタの家族から殺していくっていうのをやってて、うん、ああはいはい、そうね、だからブシェッタ本人は逃げてるけど、身内がどんどん死んでいくという自分の国で、でマフィアと関係ない家族まで殺していくっていう、まあそういうことです、うん、完全はっきりこれまさに仁義なき戦いになってて、うん、でしかもね、ブシェッタ乗ってこないんで、しかもね、うん、でここのポイントとして、ここのブシェッタは留置場でファルコーネって人に出会うんだよね、うん、これがファルコーネっていうのが強力な反マフィア判事なんだけど、うん、この人と出会うことで逆に言うと追い詰める側に今度なってくる、まあそうですね、ブシェッタ自身、うん、でブシェッタはこのファルコーネと組むことにして、うん、コミッション自体を殺人で訴えるんだよね、うん、いわゆるコミッションの中っていうのはさっき言った9何人もいたのが本当にもう、うん、リーナの仲間しかいなくなってて、うんうん、これを殺人で訴えると、はいはい、要はマフィア全体が狙われることになっちゃったの、うん、そういうこと、まあ、これでマフィアはリーナの人しかいないわけですからね、まあ、そうなっちゃいますよね、だからそのグループごといわゆるその警察に追われることになっちゃう、うん、だはっきり言って他の人たちからしたら迷惑なんでなんで俺たちまで追われなきゃいけねえんだよって状況ができちゃう、まあ、確かに確かに、で次出てくるのは誰にも容赦すんなよっつって、うん、これだから続々仲間が捕まっていくわけよ当然、うん、だってねさっき言った完全にその政府も敵にしちゃってるから、うん、でもこれがすげえのがさ、マキシトライアルっていうのが起きて、うん、これマフィアの根絶を目指してこのファルコーネが始めるんだけど、まあ、大量に起訴すんだよ、うん、マフィアで、さトゥーリオ自身はリーナ自身はあれなんだよね、そのさっき言った賄賂をめちゃくちゃ渡してるから、うん、まあ捕まんねえだろうと思ってたんだよね、うん、そしたらね475人逮捕されて、うん、そのうち342人が有罪になっちゃうんだよ、はいはい、で多くはそのまま逃亡するようになっちゃうんだよ仲間が、うん、いやこれやべえってなって、はいはい、でこれどうなるかっていうと、まあこれみんなそうなんだけど司法取引し始めちゃうんだよ、うん、いわゆるマフィア自身が証人になってきちゃう、だ結局また仲間を売るみたいな行為がね、でこれあれじゃん、このリーナの性格を考えれば売ってやつどうなるかみたいな話だけど、うん、まあ売ってやつはそうね、でこれ1992年の5月にファルコーネも殺すんだよね、ついに検事の判事、爆弾で殺すんだけど、地震計が動くぐらいの爆破を起こしたっていう、うん、
それも見せしめもあるんでしょうね、多分ね。でさらに同僚とかも爆破していくっていうね、うん、とにかくもう関わったやつ全員殺すみたいなことしてて、すごいっすよね、なんかね。でこれ最初のオチがすごくてさ、うん、最後イタリア政府ついに動きます、うん、7000人の軍隊でシチリアを包囲するっていう、いやもう戦争ですよ、それで。だこれ本当内戦なんですよ、最終的にできたね。そうそうそう、でついに逮捕されるんだけど、うん、まあでもこれはでもあれだったじゃん、カリスマ競争を逮捕した時もそうだったじゃん、うん、ただのおっさんなんだよね。まあまあね、かなり哀れな証言をして、うん、俺は悪くないとか、まあ言い逃れみたいなね、そんなつもりなかったとか言うんだけど、うん、まあでもさっき言ったみたいに大量の人が死んでますから、当然、うん、最終的には刑務所で死亡っていうね、87歳で死亡って、でも87歳まで生きてるんですよね。そう、でさらにあのさっき言った刑務所の中で最初は支持しようとしたりしてたっていうね、うん、こともあるっていうので、まあ前半この話なんですけど、後半はね、うん、ちょっとまた違う話になってくるんで、その話もしようかなと思うんですけど、うん、まああれですね、本当になんか独裁者に共通点とあるのはやっぱりその権力欲っていうのが一番恐ろしいのかなって言って、まあそうですね、いや自分より完全に大きくなってしまってる自分みたいがあるっていうね、うん、まあ、ただちょっとその独裁者の時と違うのはやっぱこう結構せ、まあ、政府にはなかなかかなわないんだなっていうのはね、まあ最終的にやっぱりその反政府としての組織だから、うん、確かに軍が動いちゃった人さすがにっていう、ね、そうですね、うん、まあでもそれが最終話の人になると何がどうからすげえなって話になるんだけど、いや確かに確かに、ことになるんで、また後半また来週話そうと思います、うん、はい、じゃあそんな感じで今週ありがとうございました、また来週でさようなら、さようなら。